またお前か。やっと会えたな。中原はどこだ。まあまあそう焦るな。こっちは1年ぶりの再会を楽しみにしてたんだ。峰会長にお前に会わせてやるって聞いた時は嬉しすぎて鳥肌が立ったよ。峰はどこだ。とっくに帰ったよ、東京にな。俺の役目はあの養護施設をぶっ壊すこと。それにあんたの足止めだ。あんたをここで殺せば白鵬会から10億円、ついでに流動一家を潰せば沖縄は全て俺のもんだ。貴様、ま、時間はたっぷりあるんだ。あとはゆっくり楽しもうじゃねえか。中原、キリュウ。いい絵じゃねえか。昔はブイブイ言わせた極道門と闘牛の対決、こりゃ見物だぜ。タマシロ、お前ちょっと待て。闘牛ってのはな、銃の音に敏感に反応するんだ。もし俺がこの銃ぶっ放したら中原に向かって突っ走るぜ。それでもいいのか。中原の始末は後回しだ。まずはお前を血祭りにして、その後たっぷり闘牛と遊ぶとしようじゃねえか。そうはさせねえ。誰だ。すんません兄貴、怒らないでください。お嬢が、お嬢が一人でここに行こうとするもんで。力也、さ、先。何しに来やがった、この死に損ねが。タマシロ、もう警察には連絡済みだ。10分もすりゃおまわりがここになだれ込んでくるぜ。なんだと。お前みたいな奴は兄貴や親父が相手にするような価値ねえんだよ。くそが。そうか、お前ら中原が死ぬとこよっぽど見てえらしいな。それなら望み通り見せてやるよ。長原、てめえと流動一家はこれで終わりだ。おやじ、中原、お嬢。お父さん、危ない。うわぁ。おやじ。中原、なんだと。
タマシロ、久々に思い出したぜ。町で暴れ回った頃の自分をよ。チキリュウ、キリュウ、俺は平気だ。そっちはお前に任せた。わかった。リキア。はい。警察が来るまであと何分だ。7、8分です。よし、じゃあそれまでにこいつら全部片付ければいいんだな。はい。時間がねえ。遊びは一切なしだ。さっさと片付けさせてもらうぜ。上等だ。てめえら、そいつをぶっ殺せ。Yeah!
Oh!
これくらいでへたばっちまうなんてお互い年だな一緒にするな酒声かけてごめんな敵に背中見せんのは素人のやることだ。これでお前も終わりだ。一足遅かったか。リキア。撃たれちゃった。みたいです。兄貴。自分、どこを撃たれたんですか？大丈夫。大丈夫だ。こんな傷、すぐに良くなる。おい、しっかりしろ。しっかりしろ！兄貴、これって俺命にってやつなんすかね。俺は兄貴を守ったんすよね。なら俺はそれでいいや。リキア、ホーム。俺楽しかったっす。兄貴に会えて。おい、リキア、何言ってんだ。これで俺も一人前の男かな。リキア。兄貴はかっこいい。最高に。リキア、絶対に あの峰ってやつ。峰か。峰になんだ。負けない。わかった。わかったから死ぬな。死ぬな、リア。
すみません。リキア。おい、リキア。おい、お前何勝手に死んでんだ。おい、俺は許さねえぞ。おい、リキア、一応しろ、リキア。Yeah!